皆さんこんにちは。こんにちは。ココランみんなの広場です。今日は親子で楽しむ簡単制作、じゃん、これは何でしょう。そう、正解、鯉のぼりです。はい、今日はこれから鯉のぼりを作りたいと思います。お家にある簡単な材料でできるので、皆さん一緒にやってみてくださいね。はい、じゃあ材料を紹介します。まずはビニール袋、そしてタコ糸、ビニールテープ、これはマスキングテープやシールなどでも OK です。はい、他にはハサミとかセロハンテープなどなど。はい、では早速作ってみたいと思います。まずはビニール袋を縦にハサミで細く切ります。切ったらセロハンテープで貼るとこんな風に細長くなります。はい、ではここにこの袋の口の方にビニールテープを貼ります。テープはこれはなかったらセロハンテープでもマスキングテープでもお家にあるもので何でも OK です。はい、これは補強にもなります。はい、こんな感じです。できたら次は好きなところに模様をつけます。じゃん、これは先ほどビニールテープをハサミで切ってシールのように貼っておきました。お子さんと一緒に作るときにはこんな風にしておくとシールのようにね、こう剥がして貼るのでやりやすいかと思います。はい、ペタ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 、なんかお家にあるシールでも好きなものを貼って飾りにしてくださいね。なかったら油性のマジックなどでお絵描きをしてもいいです。はい、このようにたくさん両面に貼りました。はい、では次は、はい、普通の紙です。丸く切ったものです。ここにマジックで目玉を描いて、あれば何でしたっけ、両面テープなければセロハンテープを輪にして貼ってください。両面にね貼ってください。はい、これで鯉の完成です。はい、そうしたら紐をつけます。この紐もお家にある普通の木綿糸でもいいと思います。はい、今貼ったテープのね、鯉の口の鯉の口のところにセロハンテープでピタッと止めてください。こんな感じ。はい、そしたら次はお家にあるチラシで棒を作ります。ここですね。はい、この棒作ったことありますか？紙で作れるんですよ。はい、ではちょっとこれ私うまくできるかわからないので、はい、皆さん一緒に作ってみてください。はい、はい、秋田先生、はい、平山先生、はい、はい、ちょっと私は手を濡らして端からこうくる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 っと、あれ、できない、ね、親指と人差し指でこうちょっと
すり合わせるようにするんですけど、このテーブルの上だとうまく滑っていかないので、絨毯の上とかがいいですね。これ私これゴムワット、はい、このようにじゃじゃーん、できました。おー、すごい、先生もできてます。できませんはい、ゆっくりね、お時間あるときやってみてください。はい、そうしたらこれはここははい、ちょっと危ないので上下切り落として、こんな感じです。はい、ここに同じくセロハンテープで、はい、紐を留めたら完成です。おー、あ、できました。では皆さん一緒に飛ばしてみましょう。これは細い形です。あ、なんか向こうから大きな鯉のぼりがやってきた。じゃじゃじゃーん、おすごいあ、平山先生 は普通の袋の大きさで作ったよ。シールやね、折り紙を貼りました。次は誰かな。すごい、もういいね。よいしょ、よいしょ、飛ぶかな、飛ぶかな、よいしょ、飛んでるかな、あ、よしよし、オッケー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 、わ、大きい、じゃあごめん、ゴーダ先生、はい、秋田先生はゴーダ先生のより大きいのを作ってみました。おお、すごい、飛んでる、そう、すごいね、風も強いよ今日ような形で、よかったらお家でも作って遊んでみてください。では今日の制作はこれで終わります。さようなら。さようなら。